建物の正面写真秋葉原ラジオセンターは東京都千代田区外館台一丁目にある商業施設である。中央通りより中央総武観光線秋葉原駅のガード下に位置しており、電子部品の販売を行う小売店が入居している。ガードの真下にあるのが街頭の建物であり、左右の建物は異なる。建物内の写真、複数の店舗が入居する。 秋葉原ラジオセンターは戦後復興時に GHQ の占領政策により露天撤廃令が出され、神田周辺の露天で営業を行っていたラジオ関連の店舗の移転先として山本長蔵が秋葉原周辺に作った建物の3軒目の建物である。そのため秋葉原ラジオセンターには電子部品の中でも無線機器を扱う店舗が多い。現在の秋葉原においては 古くからある建物であり、例えばラジオ会館のように棚子の変動の多い中に、あって北側に隣接する秋葉原電波会館や東京ラジオデパート等と共に、昔ながらの秋葉原らしさを保っている場所の一つである。南側に隣接し、似た雰囲気を持っていた秋葉原ラジオストアも2013年11月末まで営業していた。なお、 直接境界を見るなどしないと認識が難しく、ほぼ一体のように見えるため時折混同されがちで、あるが、ガード直下のラジオセンターと北側の電波会館、南側の旧ラジオストアは、それぞれ別の建物となっている。法人、秋葉原ラジオストアとしての、テナント店舗の営業は終了したが、建物自体は、現在も存在。ありがとうございます。